カナダポプラの切り株の周囲から生えれるヒコバエヒコバエとは樹木の切り株や根元から生えてくるわかめのこと。太い幹に対して孫に見立ててヒコバエという。春から夏にかけて多く見られるが俳句では春の季語となっている。なお樹木ではないが刈り取った稲の株から生える稲のヒコバエに相当する芽をと呼ぶ。森林伐採の後、 切り株からのヒこばえによって新たな森林ができるようにすることを法が更新という。かつての里山はこれによって維持された。菓子類などは種子からの株は単独の茎をまっすぐに立てるが、切り株から出た場合はやや斜め切り株から外向きに出ることが多い。芽が大きな木にまで成長する頃には切り株自体は枯れて腐って消失するがわずかに間を空けて、 複数の幹が、それぞれやや外向きに伸びていれば、その内側に、切り株があったのだとわかることもある。幹を切らなくても、環境悪化などによって主形が弱った場合などには、ヒコバエが多数出ることがある。公園ではヒコバエを放置すると勢いよく、成長し花部分の成長を阻害することがある。そのため、剪定ハサミ等でヒコバエを除去する。ありがとうございます。